今日のご飯は醤油もちろんレンファです。本日の企画はいつもの挨拶が永遠に終わらなかったメンバーどんな反応するのかドッキリ。イエーイ。結構ね、私とかね、なんかあの挨拶をね、なんかワンテンポ遅れちゃったりとか、はい、離れてるっていうのもあるけど、そうそうそう、あの自分の世界入りがちなのよ。だから、うん、いいちゃんもちろんでーすみたいなの多くて、なんか初期の頃結構多分やらかしてらっしゃった。しかもさ、なんかめっちゃごまかせそうじゃない？うん、あのやらかしてた過去があるから。そう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 、いやありそうだし、うん、結構うち何にしようみたいなのとかも多かったから、うんうんうん、そういうのも含めて、どこまでね、どこまであの人たちは耐えてくれるのか。確かにね、イライラゲージやばそう。でもね、はるかは表に出すやん絶対。もうちゃんとしてくださいってなるじゃん。でもなんか結構いつものことじゃない？割と、うん、私がはるかに怒られる、うん、いつものこといつものこと、ね、ひーとか怖い。あーなんか、まあ、途中からあーなりそう。なりそう。え、結構さ帰りたいモード入ってそうじゃない？そうそうそう。サルトとかもさ、関西人でせっかちだからさ、ね、いいよ、私やるでとかなりそうじゃない？なりそうなりそう。前もそうなりそうだね。確かに今やるよ。わ、みんななりそうやな。みんな結構なりそう。いい塩梅で多分ね、その責任を分けた方がいいんだよ。うん。で、なんか、あ、私が結構やばいってなって、あ、じゃあレンファにパスするみたいなのとかにすればいいか。確かに。で、レンファにパスしても、なんかやり直すみたいな。確かに確かに。それではやっていくんですけれども、私たちは6月16日に大事な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 ライブがあります。いやー、幸福無料というワンマンライブをやるんですけれども、本当にフルコンとしてあのかけているライブなので、一人でも多くの人に来てほしいです。あのここを見ている皆さん、あの概要欄からねチケット購入できますので、あのぜひ買って私たちに会いに来てください。よろしくお願いします。お願いします。それでは行っていきましょう。ポンポン、はい、ポンポン。今日のご飯は豆苗。豆苗なんや。草。あ、草なんや。豆苗、うん。あ、なんか食べた。何？何食べたの？待って、名前言うの。マチノが持ってたお菓子もらった。え、名前言うの？ナチュラルに忘れてたの？名前豆苗ってこと？え、豆苗で終わってた今。パンパン豆苗。え、ごめんマジで。ごめんごめん。それよりもこっちが食べてることに気に取られちゃった。え、なんで食べてんの？マチノのやつ美味しそうだったから行こうだった。え、美味しいよね。やりますよ。でももちろん食べたら挨拶始まる。確かに始まる。一回食べていいじゃん。あ、じゃあ私やっとく。ああ、うん、その間行こうかできる。どうしようかな。じゃあ行きますよ。はい、ポンポン。今日のご飯はグミレンファーサルト、マイマイ、ヒーちゃん。ねえ、ほらやっぱりさ、ごっくんできない。ねえ、でもワンチャンカットすればいけちゃう、うん、あ、確かに。後で繋いでたら、いや、もう一回やろう、うん、はい。ポンポン、今日のもちのあんは、なんか、あ、ごめんなさい。言えてないじゃん。何も言えてないじゃん。ごめん、本当にごめん。あ、ばばばばば、はい。ポンポン、今日のもちのは青すぎじゃねって思ったけど、まあ、青担当だし、いっかって思ったら、自分も別に赤かったなーって。やっぱ気に食わないからやめていいですか。それはちょっとおもろかったよね。よかった、よかった。面白かった。ごめん、ちょっと気に食わなくなっちゃった。あー。もう一回いいですか。気に食わないよ。え、マジ今日やばい。何分撮ってる？めっちゃ増すんじゃない撮影。あーえポンポン、でもソルトはグミが好きでは。ソルトは食べない。ひーちゃん。なんか変な声で結構つまんねんけど、ちょっと。ちょっとやばい、私だった。道端の草。あ、間違えた、間違えた。間違えたのそれ。それなんで。あ、道端の草なんか食べたの。全然違和感ないから大丈夫。あ、本当？前やろうか。うん、大丈夫。え、一回前知らないよ。一回やろう。一回やろう。でもさ、挨拶だけさ、え、そこに本日は来てたから。あ、一回前でやろ、前で。でも押してるよ。よかった。行きます。バンバン、今日はジョリが見たいな。マイマイ、ひーちゃん。どうやった？バイバイだから大丈夫。しかもレバー下向いてたし。ポンポン、今日はお肉食べたいな。マイマイ、ひーちゃん、マジな、はるか、あ、レンフォ、レンフォ、ごめん、
マジでごめん、本当にごめん、前の本当にごめん。じゃあひーちゃんがやってみるか。ひーちゃんポンポン、今日みんながおかしいな。ひーちゃんもずく、あ、間違えた。すごい。なんで名前もずくなの。間違えた。解明勝者もずくちゃっていいよ。いや、でもさ、もうだったからさ、食べたいもの言っちゃった。もう間違えた。間違えた。間違えた。本当にごめん。食べなかったね。ちょっと待って、今日やばいかも。でも、ポンポンやっぱ安心できると思う。はい、行くよ。ポンポン、今日はなんかおかしいな。ソルとマイマイ、ひーちゃんもうちのやるか言ってないよ。言ってないよ。本日の企画はもうそろそろ挨拶が来てきたので帰る。イエーイ。じゃあバイバイ。挨拶ぐらいマジでしっかり、うん、挨拶だってもう30分ぐらいだったり結構撮ってる。挨拶頑張ろう。ポンポン、今日のご飯はパイの実もちろん。しょうがない。しょうがない。ポンポンガニニャンジーバイレバー。なんで？あとでだよそれは。もうダメだ。いいじゃん。ごめん。もうじゃあ今日やめよう。やめて。いいじゃん。やめないようにしよう。疲れた。さっきも最後って言った。最後なんて時間もないの。終わったら最後でしょ。もう終わりのご飯挟んでから。頑張ろ。いや挨拶にご飯挟むとかないから。ない。もうやるだけなんや。やろう。はい。行きましょう。どうしようかな。本当やばい。やばいやばい。もう終わりにしてるから。ポンポン、今日のご飯は福神漬け。マチダン、ハルカ、レバー、それとマイマイ、ヒーちゃんです。ということで本日の企画はいつもの挨拶が永遠に終わらないドッキリ。よく息持っただけ。イラついてましたね。なかった。イラついてないよ。なんかやけにずっとなんか進まないなって思ってた。なんか私が途中からイライラしてきてた。周りもなんかうるせえしみたいな。この3人が触り出した時一番イライラしてた。ということで本日はいつもの挨拶が永遠に終わらなかったらメンバーはどういう反応するのかドッキリをしていきました。イエーイ。はい、なんかたくさん挨拶が聞けてよかったんじゃないでしょうか。はい。本日の動画も面白かったな。メンバー怒らなすぎやろうと思った人は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。